我が名は明日か。小回りするならもっと体を起こした方がいいです。もっと前足を軽くしてあげて。寄り曲がります。右に曲がります。また左曲がります。はい、左に曲がります。はい、こっち右、右行け。右、右は行かない。左だから曲がりやすいんだよ。てか頸椎はさ、曲がってんだよ大体の馬は。こんなところのね、耳のところからこう頭蓋骨がそこからこう骨がつながってるじゃない。首と繋がってる。その3つくらいの間大体ね、生まれた時からね、必ずどっちか向いてるんだよ。大体左向いてる馬が多いけど、こうやった時にこうやった時にこっちこうやった時に微妙にこうなって、まっすぐ立ってても頭だけはくせつこうなって、だからこっち方に曲がるのも比較ヒューって言うんだけど、こっち方にはさ、こうなってるからこっち方張ってるじゃん。だからこう、こうこう柔軟性がないんだよ。そんな感じだ。そうだ、そうだ。それ帰ってってるだけ、帰ってってるだけ。ちょっとうまくいったと思ったのか、多分忍者が行きたい方向に行ったんだ。だからそれやる前に、はい、あんな軽く持っといて、重心移動でこっちだよ、重心移動でこっちだよみたいなのを意識してから、そうですね、やらないと分かんない。分かりました。もうちょっとその練習をします。トレーニングでさ、例えばこっち右下手なんだよねっていう、だって右をねこうギュギュって引っ張りながら何度も何度も右回あ左回転みたいな、一回右回転に2回とかさ、8の字をやりながらこっちを置くわけ。ただこう多くして、旋回を多くしてトレーニングしていくと、だん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 、速攻でやりたいやつは首曲げちゃう。首の肩を首の、ね、耳の後ろとガッと持って馬の上でハミハミをこうやってグッと手綱をこう首回して馬を降りてボキッて言うまでやっちゃう。ボキッて言うんだ、ボキッて。俺言ったことある。全員引っ張ったら無償なんじゃない。もう押されちゃう、押されちゃう、負けられちゃうから。死にゃしねえけど。あれですよ、携帯です。あ、そうそう、あれやっちゃうんだよ。それなんかだと治っちゃう。ちゃんと左右が均等になってる。なんかそう、携帯の動きですよ。やれる人はね、あの馬でもやっちゃう。俺アメリカ人がやったんだよ。え、アメリカ人がバジコロでやったんだよ。あ、そうなんですか。これ身乗り見ると落ちねえと思って、
全然ダメです。なんか疲れた。休憩しよう。